はい、こんにちは。ギリシャの例でジュニアっていうのが何歳を対象にしてるかよくわからないんですけど、なんか国内の選抜チームを選ぶためのテストらしいんですけども、難易度としては簡単ですね。これ整数問題としてはもうやれることが一目で目につく、つきますよね。4平方数、こっち持ってくれば和と差の積が使えるんで、因数分解できればなんか整数問題はもう終わったかなという感じで、まあ因数分解しちゃえば n たす2 n 引く2が 3×2 の累乗と。で、まああとは丁寧に、まあどんな組み合わせがあるのかなっていうのを一つ一つ検討していけばいいだけかなと。で、n たす2と n 引く2が、まあこの掛け算になるので、で、3は別にどっちにでも入れますね。3一個だけ。なんでまあ、パターンとしては、3が上に入って2の、まあ引き算使うのめんどくさいから、じゃあ A と B にしましょうか。これでまあ、A と B で合わせて X 個。で、これ、引き算すれば、引き算して求めると4イコールっていう式になるんで、4イコールだから、右辺偶数にならなきゃいけない。そうすると、0乗の1がどっちかに来ちゃうと、奇数引く偶数になっちゃうんで、両方偶数じゃなきゃいけないから、A と B、どっちも、どっちか一方だけでも0っていうのはなしですよと。両方0じゃないと。で、じゃあ、このパターンと逆、もう OK ですね。下に3があっても大丈夫と。だこっち、じゃあ文字変えようか。L 乗と2の M 乗と。これも L と M 合わせて X 個かけて2の X 乗。で、やっぱり L と M 両方0はダメと。0乗あるとさっきと同じ理由で奇数引く偶数になっちゃって偶数にならないから引き算したときに。まあこの2つのパターンだけでとりあえず分け方としては。で、じゃあまずこっちの場合、引き算すると 3×2 の A 乗引く2の B 乗。これで、ね、A と B 大きさ、これどっちもありえますね。A の方が大きくてももちろん大きい方から小さい方引けるし、 A の方がちっちゃくても3があるんで、こっちの方が大きくてマイナスならないことができるんで、 A がちっちゃくても大丈夫。じゃあ A と B の大きさ関係を3通り、まあ等しい場合と A が大きい場合、 B が大きい場合に分ければいいのかなと。そうすると A と B が等しければ、これはもう簡単な話で4イコール2の A 乗でくくれて3引く1ですね。これも2の A 乗なんで。そしたらこれは2の A 乗かける2が4ってことは、A は B で1ですと。それしかないと。まあ A と B が1だから、X は2。で、X が2のときは、12、16が N は4と。四四十六の4。これでまあとりあえず1つの答え出ましたと。じゃあ、A の方が大きい場合。A の方が大きいと、4イコール、A の方が大きいから、指数のちっちゃい2の B 乗でくる。2の B 乗括弧、3×2 の A 引く B 引く1。じゃあ、こうなると、まず、掛け算して4にならなきゃいけなくて、これ、A と B 等しくないんで、絶対偶数ですと。これ偶数で引く1だから、これ全体として括弧の中、これ奇数ですと。奇数の掛け算されて4になるってことは、その奇数は1しかありえないですね。あり得るとしたら。ってことは、3×2 の A 引く B 引く1が1。3×2 の A 引く B が2で、これはあり得ないですね。もう3の倍数にあり得ないんで、これはダメと。じゃあ、A の方が B よりちっちゃいときは、今度はくくれるのは、4イコール、A の方がちっちゃいから、2の A 乗でくくれて、3引く2の B 引く A と。そしてやっぱりこれも、これと同じ理由で奇数。奇数で掛け算して4になるのは唯一1だけ。ってことは、3引く2の B 引く A が1で、で、しかも、これは2人が4にならなきゃいけないから、A イコール2と。ってことは、A イコール2だから、3引く2の B 引く2乗が1ってことは、これが1乗になるから、B イコール3。ってことは、X が5。で、5だと、2、4、8、1、6、残2。
かける3だから96足す4だから100なんで N は10と。これがまず、上に N 足す2が3の倍数の場合。じゃあ今度逆ももちろん考えられるんで、逆は、4イコール2の L 乗引く 3×2 の M 乗。これはもう引き算してプラスにならなきゃいけないんで、もう絶対に M の方が L よりちっちゃいしかありえないですよね。同じだったらこっちの方がでかいし、だから引き算マイナスになっちゃうし。なんで L の方が、大きいしかありえないと。じゃあ4イコールちっちゃい方の2の M 乗でくくれるから、2の L 引く M で3と。これもまあまた同じですね、引き算。これもやっぱり偶数引く3だから奇数なんで、これが1になるしかないと。で、その時 M は2。なんで M が2で、2の L 引く2乗引く3が1になるしかないな。1にならなきゃいけないんで、2の L 引く2が4。ってことは L イコール4ですね。L イコール4ってことは、X が6。6ってことは、64×3。42、サブ6。192足す4だから、196は14の2乗ですね。なんで、N イコール14という。この、何組 ?3 組が答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。